三代目、小野富蔵から1927年1月7日は、上方の歌舞伎役者。矢号は、音羽屋、縄文は吉、吉菱。拝名は、梅笑い。本名は、吉川鶴之助。慶で、奇襲繁華神の子として生まれる。五代目、坂東彦三郎に入門。坂東鶴之助と名乗る。明治三年京都南座で、初舞台。明治七年に二代目。 尾上民蔵の門人となる。その後、尾上民たの助のなで主に、関西の舞台に立つ。しかし、武士の生まれだったため役者業に劣等感を抱き、関係者をたびたび困らせたが、やがて腰を据えて、役者修行に打ち込むようになる。大正7年2月大阪なぎわざ、熊谷陣屋の熊谷で三代目、尾上民蔵を襲名。この時は、初代、中村元次郎の吉常。 六代目、小野枝江光の相模という豪華版で代表版となった。その後は、関西歌舞伎を中心に舞台活動を続けたが岩次郎の影に隠れ、泣かず飛ばずのまま終わってしまった。最後の舞台となったのは、大正十四年五月大阪中座の呪蘇が対面だった。十三代目、片岡二座衛門はその著書の中で、すでに民蔵は体調が悪く引退同然だったが、 中座の番頭が最後になんとか花を飾らさせてやりたいのでこの舞台に出してはくれないかと頑次郎に頼み込み、一座で相談の上源頼朝で特別出演させた経緯を紹介している。この舞台は頑次郎の蘇我重郎、七代目、孔次郎の蘇我五郎、十一代目、二座絵門の九道助爪、三代目、若絵門の大井外ら、二代目、炎弱の朝比奈三郎、 六代目、吉三郎の化粧坂少々、四代目、ガトーの大御子等多、初代、戦尺の八万三郎という、上方歌舞伎の大看板をずらりと並べた、豪華版で、皆で民造を見送る形となった。芸風は、実事やお山をこなし堅実だった。和田合戦女舞鶴の半額、金本中心蔵の諸信、神霊、矢口渡るの富、兵衛などが当たり役。 ありがとうございます。